始まりました研磨クッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃ納豆を買ってきましたってことでね、今日はね納豆を使った簡単おつまみやります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、納豆ね、これまあ1パック使いますね。はい、そしたら油にもね、これ3枚ぐらいかな、うん、で、あと釜揚げしらす、あとこれは万能ネギだね。はい、こんだけです。よし、そしたらね、はい、早速調理の方行ってみたいと思います。はい、まずね、油に3枚ね、これをね、こんな感じでね、大体5ミリぐらいか、こんな感じの幅に細く切ります。はい、よし、はい、そしたらね、この納豆をまあ普通にね、こんな感じで、よいしょ、はい、市販のタレと、はい、これマスタードも入れてね、よし、はい、こんな感じでね、よいしょ、はい、そしたら、はい、普通にこれを混ぜておきます。はい、こんな感じでね、しっかりね、粘りが出るまで納豆を混ぜておきますね。はい、準備はもうこれだけです。よっしゃね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まあ調理と言ってもね、今日は超簡単です。はい、先ほど切った、はい、油揚げちゃんをこんな感じでフライパンで油敷かないで、このままカリ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 ね、しっかり香ばしさが出るまでカリカリにね、ちょっとなんていうか、いっていきますね、こんな感じね。はい、こんな感じでね、しばらくね、弱火でね、こうなんで、なんていうか、から煎りしていくと、この油揚げがね、こうなんていうか、少し焦げ目がついてきて、もうね、水分が飛んでパリパリの状態になりますよ。でこれがね、美味しいんですよね。こんなような状態で、もうパリパリの状態で少し香ばしさが出てきたら、はい、これでもう一旦ね、火止めちゃってそしたらこのね、から煎りしたその油揚げを器に盛り付けます。よいしょ、はい、そしたらね、先ほどね、しっかり混ぜた、ね、納豆をまたさらにこうね、直前でまたしっかりこうなんていうか、混ぜて粘り気出してあげて、はい、そしたらね、このね、パリパリに焼いた油揚げの上に乗っけます。はい、そしたらね、今日のこの買ってきたこの釜揚げしらすをね、好きなだけどっさりバーンぶっかけて、これもまたいいアクセントで、しらす、釜揚げしらすでもいいし、じゃこなんかでもいいですよ。でこんな感じでぶっかけて、でそうね、さっき材料説明で言わなかったけど、ごまなんかも合うと思うから、ごまなんかもね、ちょっとチラチラってこうして、で最後にこのね、万能ネギ、最後に万能ネギもたっぷりぶっかけて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、パリパリ納豆の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じね、はい、こんな感じなんですよ。はい、美味しそうに取れてますかね、こんな感じ、めちゃめちゃ美味しそうですね。はい、じゃあ早速、じゃあこれをおかずに今日もいっぱいやりたいと思います。はい、チューハイタイム、皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい、もう毎日楽しい。ということで、はいはい、今日の感じこんな感じなんですよ。めちゃめちゃ美味しそうですね。綺麗に撮れてるかな。よし、よいしょと。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。いただきます。いやいやいや、このね、パリパリに焼いたね、このね、油揚げに納豆ですよね。じゃあいただきます。これはね、めちゃめちゃ美味しい。いや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 、予想通りの味っちゃ予想通りの味なんですけど、このね、香ばしく焼いたね、このね、パリッパリしたこの油揚げ、まあこれだけでも美味しいんですけど、これにね、この納豆で、そのアクセントでこのね、釜揚げしらすね、この相性はね、いや見事な相性だね。これはね、パリッパリしたところに納豆ですよ。いただきます。
これは大人つまみですね。これは、本当にね、なんていうか、ご飯のおかずっていうよりかはもう完全におつまみ寄りなんですけど、まあこれは、なんだろう、サワー系とかにも合うけど、日本酒行きたい味ですね。これはね、日本酒とかで行くときに、この香ばしいこのね、油揚げにこう、なんていうかな、こう液体じゃなくて、この納豆だから、こう絡みつくのは絡みつくんですけど、液体じゃないんで、このいつまで経ってもね、この油揚げがパリッとした状態で食べれるんですよ。なんでそこがね、またね、このパリパリとこの納豆の、あとこのしらすのね、塩分のこうコラボレーションね、でネギ、ごまみたいなね、いや、めちゃめちゃいいですよ。これいい、これ本当におつなつまみです。なんでね、まあさらに追いマスターとしてね、ピリッとさせるのもいいし、こういう本当のこう辛いやつをでこうやってね、味変させても美味しいですし、じゃあ辛いとこ行ってみます。辛くしても美味しい。ってことで、今日のこのね、超簡単お手軽 おつまみ、油揚げはパリパリしてるんで、パリパリ納豆って名付けました。ってことで、今日のこのパリパリ納豆、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。